この動画では実験ファイルのダウンロード方法を説明します。実験ファイルを開く前にデスクトップに新しいフォルダを作っておきましょう。何もないところで右クリックして新規作成からフォルダを選択します。必要があればご自身がわかりやすい名前にフォルダ名を変更してください。ここではエクスペリメントとしておきます。次にメールを確認してみましょう。実験ファイルが添付されたメールが届いているはずです。こちらのリンクを押すと、このプレビュー画面に飛びます。ここで下矢印を押すか、この添付ファイル上の下矢印を押してください。すると Google からの警告が出てきますが、このファイルは安全ですのでダウンロードを押してください。左下にダウンロードされた ZIP ファイルが表示されています。これを開きましょう。ここで全て展開を押してください。展開先のフォルダーとして、先ほどデスクトップに作ったフォルダーを選択してください。展開します。これで ZIP ファイルの中身のファイルがフォルダーに展開されました。中に一つだけ入っているフォルダをクリックしてください。この Run Remote Package というプログラムを開きましょう。ここでも警告が表示されますが、このファイルは安全ですので、開くを押してください。これで実験プログラムが開きました。この後は表示されている説明に従って実験を進めてください。